こんにちは、ハイジです。さあ、というわけで始まりました、うん、大好きなつけ麺屋さんに来て違ったメニューを頼んでみようのコーナーでございます。今日は私がつけ麺を好きになったきっかけのお店でありますてつさんにお邪魔しておりまして、一緒に来てくれたのはこの方でございます。じゃじゃーん。こんにちは、劇団スカシのゆうです。投げました今投げたかったんですよ、ずっと。実はテツに来たことないんですよね。ないと思います、多分。大好きなんで、今日はゆうやさんに僕が大好きなつけ麺冷や盛りで食べてもらって、僕はいつもと違う中華そばを注文してみました。今手に入ったんですけど、うわ来ました、来ました。うわ、うまそうっすね。これつけ麺じゃないからスープはややあっさりしてます。なるほど。つけ麺のドロッドロです。この光景見てるだけでもういいでしょ。いや、なんか俺、ね、ずっとこうしてるだけ。見た目お肉なのに匂い魚介っていう、このね、嬉しさ。はいはい、いただきます。飛び込んできたよ魚が5匹くらい。うっ、これよ、これ麺美味しそうなの分かってくれます？分かってくれます。これはピカピカの、ちょっとでも俺もずっとやりたかったことがあるんですけど、やっていいですか？ちょっとカメラ寄ってもらっていいですか？このね、タレをね、タレとかつゆをね、はい、こうやって、もうこう、このシーンだけでいいの？もうこれだけでいいの？これでちょっと麺だけでいきます。麺だけでいい、うん、うまいっす。ありがとうございます。いきますよ。うわいただきます。絶対美味しいです。うん、マスキで出ちゃいました。真似しちゃった。うまっ。竹中さんのパートやった方がいいですかね。やったほうが、こうで何してんだよ食べなさいよ。何空振りしてんの。うわ、気持ちいいどこで感動してんの。いただきます。めちゃくちゃうまいです。味はこっちの麺がさっぱりしてるんじゃないですか。ちゃんと味があるんだけどさっぱりしてて、つゆはすっごいやっぱこってりなんだけど、魚介がね、キュッとしてる。相性がいいっすね、このセットが。スープ、つけだれが男、麺が女でいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。そういうカップルが誕生しました、今ここで、はい、ラーメンのバレンタインですね、ここで今、僕がラーメンのバレンタインで、はい、チョコ渡しました。チョコ渡しました。今チョコ渡しました。はい、告白しました。はい、成功しました。ありがとうございます。はい、はい、結ばれました。見てください、これほら、うわー、角煮がもう踊ってますもん。いただきます。うん、うわっと、ほぼジュースだから、トロトロだから。角煮がね、ジュース言いました言いました。はい、来た。跳ねますね、手つけて。はい、いいですか、いいですか、行きますよ。そこ、おー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 、はいはい、で、落とさないでください。落とさないもういいっすか。もういいっすか。はいはい、もう戻して、戻して、え、本当にこれ熱くなってるんですか。おめでとうございます。じゃあ、スープ割りいっちゃいますか。これだけで飲むと、ちょっと濃いんで、うん、カツオだし、ちょっと揚げネギっていうんですか、これはね。どんぐらいですか、こんぐらいですか。で、お好みでお酢、僕こんなもん、こんなもん、はい、変わるんですか、味が。もうやばいです。めちゃくちゃうまい。じゃあ今後これをみんなに広めてください。